はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリーやっていこう。これまで重装備部隊とクシャトリアとスナイパーチームを終えて、結構下手したらメインストーリー以上の難易度があるから頑張っていこう。そしてこの収録されているこの DLC についてちょっと詳細を調べて、メトロラストライトのこの追加ストーリー、いくつかあるこの追加ストーリーには、全部で4つに分かれていて、この3つが、この3つがフィクションパック、メトロのストーリーに登場する3勢力からの視点で描いた3つの追加シナリオで、このタワーパックっていうのは、迫り来る敵を倒しながら塔の頂上を目指すフォードモード、つまり、ウェーブがあってそれで敵を倒してそのランキングをフレンドと競うことができるというパックで、デベロッパーパック、ゲームに登場する武器やキャラクター、モンスターなどが見られるショーケースのようなモードで、あとは、このパペル・カーン・アンナという、クロニクルパック、メトロのストーリーに登場する他のキャラクターからの視点で描いた3つのシナリオなので、順番的にはタワーパックだけど、タワーパックはフレンドと競うという、まあ、そういう娯楽なモードなので、タワーパックを飛ばしてこれやっていこう。スパイダーの巣できればやりたくないけど、雲っぽいけどこれやっていこう。フォローノーマルで。戦争が終わってからというもの、俺たちスタルカーは探索できる地区を隅々まで調べ尽くして資源を求めていた。だから D6 という秘密の巨大バンカーがそのままの状態で発見されたと聞いたとき、大きな衝撃だった。メトロの人々は今どの地図にも載っていない秘密の軍事施設を切望している。俺も行ってみたいもんだ。どこから探せばいいかもわからないが。スパイダーの巣、 D6 がまだ発見されてない頃、たとえ火の中、ポケモン、ペトロビッチ、ここに貯蔵庫がある。わかるか？どこだ？昔そこで働いてた親父から聞いたんだ。どの地図にも載ってないぞ。絶対だ。行けそうか？当然だ。でも地図には載ってなくても、もう何人か行ってて、しかも戻ってきてないんだろ。なんでナイフで雲ぶっ刺してある。わかるんだ。まあ大体その方向に行ったからな。そうだとしても俺たちとそいつらは違う。俺たち声が帰ってくるのさ。怖がるな、ペトロビッチ。成功を祈って飲もうぜ。そうだな、成功を祈って。これだよ、生き返るぜ。タバコもどうだ？ライターはどうだ？おいおい、気は確かか？看板長より立ちの悪い野郎。ライター、ブルってんじゃねえよ。調子乗んなよ。新入りがビビって逃げたらどうすんだ。で、一緒に来るか？ペトロビッチの武器を見ただろう。これなら安全だ。新入り、幸運を。2日後、そして D6 を。あら、これはやっちまったパターンか。あやっちまったパターンだ。蜘蛛の巣、うわ、いや蜘蛛の巣だ。これはやだ。二人ともやられてる。きっとそうだな。ああ、始まった。待って、ガスマスクないけど、これ大丈夫なの？ペトロビッ、あ、探す。え、生きてる？あれ、二人いたけど、二人じゃない。いや。うわ。ライター。待ってよ。ライトはつけれない。うわあ、雲、そりゃ雲いるわな。
血が滴ってきてる。うわおお、これなんでこうなった。これこっち切る。いや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 、おお、早く先進もう。これ火つけれる。あらら、あーそっか、これは明るいとこに寄ってこないのか。え、武器ない、もしかしてこれ。どんどん明かり灯せと、これ武器がない上に光が怖い敵ならこれしか方法がない。武器ないもんな。ショットガンシェルと医療キットがちょっとずつ溜まってってるけど、これ武器拾えない。どっか火つけれるところはない。これ死んでる。フィルター、押した。なんだこれ、ライトセーバー、フレアか、つけて。こんなところで生きてんのか二人とも。引いて引いて、明かりだよ。倒れた。探すってことは生きてんのかな。うち何も出てくんなよ。あっ、フレアが点々とあるということはいるのか、それとも主人公がドジで主人公だけ捕まったのか。これこれ火つけて、おお、逃げて逃げて、これはこれなんだ、これなんかゲット。火をつけるところ、これなんだこれ、また炎ゲット。うえー、ここ通るのか。ここと、うーいや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 、あ、なんだなんだ、うおー、なんだよ、この出て、こっから出たい。ああ、あ、あ、まずい、まずい、ダッシュ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 、逃げる逃げる、振り向きたくない。おお、あ、手が、ああ、上上がって上、いや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 、あ、あ、ダメか、これ汚染されてんのか、これこっち進もう。ペトロフィッチとサイモン、これ無事なのか、これ。あ、無事ですか。無事じゃないな、全然無事じゃないな。これだけもらおう。ナイフゲット、お、あれナイフ、あ、連打連打連打、これどっちだ、サイモンとペトロビッチ。サイモンか、ってことは武器を持ってる方がペトロビッチか。やっと手に入れたの、ナイフか。ナイフだけか。なんもない。
ッチ開けて、そっか、これはメトロの世界でまともに武器がないといった感じのストーリー。最悪だよ。ライトライトライト、ライトも灯しながらナイフで、ほら、うわ汚い、ほらほらほら、ナイフ、よし、で火灯して、あ、壊した、ライト壊した、切る、倒れたところ切る、ライト壊すのか、雲が学習してる。ペトロビッチもそんな遠くないと思うんだけど、それペトロビッチじゃない、ガスマスクか、ガスマスクゲット。じゃあ開かない、お、ショットガンが挟まってる、武器があった、ちゃんと。これつけて階段、なんもない、お、あー、よいしょ、火があれば寄ってこない、ライト当てながら、おっと、まだいる、よし、この背開いて、こっち開ける、ん、あれ、こっち開けて戻ってきただけじゃない、いや戻ってきただけ、なんかある、ここ、あー、でこれか、これをすっかり忘れた、これで電源を、おっとっとっと、少なくともこれで入ってこれない、あー、でそれでこっち開けれるようになる、開けて、おっと、これでガスマスクか、うわー、首で痛い、違う、ぶつけてトラップがあった、トラップを、雲が引っかかった、ライトライトライト、ライトライト、これ火も明るいと思うんだけど、 OK、 なんかアイテム、なんもない、はしごある、動線が強い、こっちしか道はない、ない、上行こう、いや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 、 D6 本編でこんなとこ通ったっけ、 OK、 取れた、これトラップ、あ、爆弾か、燃えてる燃えてる燃えてる、取れないよ、取る、
げえサクサク聞こえるな。どっから落としてるんだこれ。いやー、やだこの色、やだこの色。撃つ、ライトライトライト、うん、ライフ。これなんだこれ、火か。あーあー、あらららら、あなたの武器をもらいます、ペトロビッチ。果たしてゲット、火炎放射器か。あーで、圧力か。さて脱出する。そうだね、もうこれ D6 どころの話じゃないな。脱出しよう。違う、圧力を。こんなもんでしょう。さあ脱出するにしてもどこへ行けばいい。ああはいはい、焼く。それで出るだけど、こういう昇降機に限って、昇降機に限ってやばい気がするんだよこれ。騙されないぞ、絶対何か来るだろう。あ、来ない。いや来てる。あ、いた。おお、来てる。焼く焼く焼く。でこの焼け跡があれば寄ってこない。ペトロビッチこんないいもの持ってんのになんでやられた。はしご。あお。でこっち行ける。他にアイテムない。これ焼いて、メディキット。とにかく上を目指そう。上を、上を目指す。こっち行ける。で後ろから来てる。大丈夫。おっとトラップかこれ。色を出しなくていいや。おっと、ここにフィルターが。こっち、どこ行けばいい。これか。こっち開いて、外がちょっと見えてるな。焼く。こんなところになんか二度と来ない。うわ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 、おっと、こっち来てる。焼きまくる。来てる。どんだけいるんだ雲。視界が。まだいる。リロードができない。どっか進もう。フィルター交換。こっち行ける？焼けた。交換、燃料交換して。いや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 、燃料拾わないと。あ、圧力ない。こっちも充電しといて。でこっち、
ち焼いて、なんかある？なんもない。ショットガン、うん、とりあえずこれ使っていこう。めっちゃ湧いてくるからもうこっち行っちゃう。さあ出口が近い気がするんだけど、どうだろう。なんかある？ん？これ燃料？燃料じゃない。あ、燃料。違う。あ、違う。爆弾だこれ。特になんもない。ロッカー。燃料。うお、面だ。おお、危ない。焼こうと思ったらバッと出てきた。もう上ない。もう近いよ。ライター、燃料あった。トラップはない。ガスマスク取れない。出口はどこでしょうか。なんもない。なんもないけど違う。こっちからやってきて、これか。これ昇降機をまたよこして。あ、違うな。リフトか。あれ？あれ？これが下がらない。下がらないったら下がらない。あれ？あ、こっちが下がってる。なんですと。あ、これがつかえてんのか。の前に。燃やして。オッケー。雲はお指じゃない。はしご。まだ上ある。外に出たい。お役。いや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 、まだあるか。焼く。トラップある。違う。フィルターか。交換して、あ、フィルターじゃない、これガスマスクだ。燃やして燃料。いや、ガサゴソ聞こえる。上登れる。もうこの階段でバッと出てこない。缶あるな。これ缶当たっちゃうわ。こっち、うーわ。ここなんかある。あ、ね、でっかい燃料タンク。こいつ動かないよね。動かないね。止まった。こっち開ける。さあ、そろそろ出口であってほしい。こっち燃やすのか。今度燃やして。こそこそ聞こえる。上明るい。もらって、なんかありそう。これ焼夷グレネードか。交換して。分かれ道。こっちは。お、なんかある。ガスマスクとフィルターか。フィルターが取れた。反対側。
ちにもカズマスクとフィルター出れる。こっちでいいね。ここでよ。またこういう感じか。動物は消毒だ。こっちも寝るために焼いてく。出てきた。引く。フィルター交換。なんか引っかかった。これどの道雲が引っかかる。全員燃えてくれ。めっちゃいるな。おっと、圧力が食べよう。これ圧力切りやすいな。よし、でこれでライトつけれる。ライトついた。あ、でこれで扉が開くようになる、きっと。とりあえず昇降機だ、これだ。あ、昇降機じゃない、リフトだ。開いて、さあ出口が近いぞ。出口が近いけどいけるこれ。いやー、あー、いやいやいや、雲は出なくていい、雲は出なくていい。おわわ、これどうなるんだ。これか。とりあえず雲倒そう。これっぽいな。こっち開いてる。これだね。オッケー。あ、いやいや、いてて、まだ出てくるか。いや、めっちゃ来る。雲だらけ。雲倒そう。いてて、リロード。あ、まずい、切れかけてる燃料が。で、圧力も切れた。いやいやいや、あ、ライトが弱まってきてんのか。ライト貯めて、マスクが汚い。焼夷グレネード。まだ来る。これ乗れない。まだフィルターを交換。撃つ。乗れないな。ショイグネードで、エビみたいになってきてる。硬いな。ナイフ、これ。無限脇か、これ。おっと、開いた。いや、入ってくんな。出してきた。たとえ火の中、水の中、草の中。あら、外には出たけども。ちょっとバグってる。外には出たけどダメでしたっていうオチかな。はい、じゃあ
じゃあ今回のスパイダーの巣はここまでで、じゃあ次回はデベロッパーパック、これなんか面白そうだな、雲とは違って。でも雲が最悪すぎた。じゃあ次回はデベロッパーパックプレイしていきます。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。